新エンブレムチームジャパンを胸につけた登壇者を紹介させていただきます。一緒にこう戦えるっていうのはすごくありがたい環境だし、それを見てやっぱり毎回4回転は必要なんだなってこう感じるので、なんだろうな、ロシアは常に追いかけさせてくれる存在なのかなと思ってます。選手本人に対する内容以外のご質問はこれでいただきたいと思います。このオリンピックが決まる前から本当にその次のオリンピックも目指せるぐらい頑張ろうって思うようにもなってたので、まあもちろん4年後のミラノも目指していきたいなと思ってるし、それに向けてやっぱり今まで通りじゃいけないと思うので、しっかり帰ってからあの大技の練習も含めてしっかり練習していきたいなと思ってます。